震度7の地域震をの一震源域露出した野島断層兵庫県南部地震は兵庫県南部を震源として1995年1月17日に発生した地震。兵庫県南部を中心に大きな被害と発生当時戦後最多となる死者を出す阪神・淡路大震災を引き起こした。日本で初めての大都市の直下を震源とする大地震で 気象庁の震度階級に震度7が導入されてから初めて最大震度7が記録された地震である地震の震源は野島断層付近で地震により断層が大きく隆起して地表にも露出しているなお1996年9月30日まで運用されていた旧震度階級では最初で最後の震度7が 記録された地震で、機械計測ではなく現地調査によって、震度7と判定された。1996年4月以降は、観測員の体感での震度決定ではなく、より客観的とされる、機械計測での震度観測に完全移行している。地震が発生した1月17日の午前10時に、政府は、兵庫県南部地震非常災害対策本部の設置を、 決定した。午前11時、気象庁は当地震を平成7年兵庫県南部地震と命名した。そして、政府はこの地震によって発生した大規模な災害について、阪神・淡路大震災と命名している。そのため、両者は厳密には区別されるべき語である。震度4以上の揺れを観測した地域は以下の通り、 気象庁の観測点における震度6までは、計測震度計、震度7は、現地調査による。地名は、当時のもの。以下は、気象庁のほか大阪ガス、鉄道総合技術研究所、港湾技術研究所、関西地震観測研究協議会などによる、共振記録をもとに計測震度を算出したものである。 神戸海洋気象台 JR 高取吹合供給所、気象庁により、震度7と判定された領域と共振動の観測点神戸海洋気象台大阪ガス吹合供給所及び JR 高取駅の共振記録から算出される、計測震度はいずれも6.5に近い値を示しているが、これらのうち、震度7と判定された地域内にあるのは、 JR 高取であり、周辺の家屋全開率は59%にも、上るが、付き合いは20-35%で、ボーダーライン、海洋気象台は全く震度7領域の範囲外で、家屋全開率は3%程度であった。つまり、計測震度は、必ずしも、実際の被害状況を忠実に表しているわけでは、ない。これは、 地震動の弾性加速度応答スペクトルのうち、特に家屋に被害をもたらしやすい周期1秒から2秒の成分が JR 高取において最も大きく、海洋気象台ではこの成分が JR 高取の半分程度でしかなかったことによる。同様に、東北地方太平洋沖地震で、計測震度7を観測した栗原月立は、周期が0.25秒前後の、 加速道等スペクトルは2700ガルと非常に大きかったが、周期1秒から2秒の成分は、不気合の1、4程度であったため、周辺の東海家屋はなかった。気象庁は、本地震発生後間もなく、各予報区に津波なしの津波注意報を出した。顕著な津波も見られず、津波被害は報告されていないが、各県庁所の記録を解析した結果、 淡路島の A で最大深幅6 8トル大阪の深火で銅4 0トルなど小規模な津波が発生していたことが明らかになった。今村、飯田の津波規模では M イコールマイナス2であり地震の規模に対し2段階ほど小さいものであった。堺仙北及び四国側では県庁記録がおしなみで始まり、相もと、 和歌山及び針真田川の東二見及び広畑は、引き波の初動であった。この針真田川の引き波初動は本地震において、野島断層の西側が沈行した事実と調和的であった。兵庫県南部地震は、人口350万人余りが密集する大都市の直下で発生した都市直下型地震であったため、甚大な被害をもたらした。 死者は発生当時戦後最多となる6434人、行方不明者は3人、負傷者は4万3792人に上り、68万9776棟の建物が被害を受け、被害総額は約10兆円に達した。戦後の国内災害では、2011年3月11日の東北地方太平洋沖地震に次ぐ被害であり、 大都市の地震災害に対する脆弱さが露呈した典型的な例となった。野島断層地震前後の測地データを解析及び、余震の分布などから、兵庫県南部地震を起こした断層は、六甲、淡路島断層帯で、断層帯南部の淡路島北側の A 先から、伊丹市中心部付近まで南西から北東に伸びる、淡路区間と呼ぶ、約50キロメートル。 深さ約5キロメートルから1 8キロメートルの断層面であった。この断層面の南西の端から始まった断層のズレは約10秒間に断層全体に広がって大きな揺れを引き起こしたと推定されている断層面の真上に当たる台上の地域を外観すると淡路島北部では地下の六甲淡路断層帯のズレが地上にまで明瞭に現れ野島断層のズレが 地表に現れたが、双方向の異なる野島断層の南側にある、滋木断層は、活動をしていない。一方、本州の神戸市南部では、堆積層に隠されたため地面の亀裂が見られた程度で、明瞭な断層面は地表には現れなかった。しかし、堆積層下の断層に沿った神戸市須磨区から、 西宮市の地上には幅1キロメートル、長さ2 0キロメートルの震災の帯と呼ばれるの帯状の被害集中域が生じ、その地域の揺れが特に大きかったことを示している。この被害の震災の帯は、六甲、淡路東断層の真上ではなく、未知の活断層によるものとする説と、盆地境で生成された表面波や解説波と増幅感症効果のためとする、 説があり、縄文開始により、海岸側の中石平野に集中している。振動データの解析結果より、約10秒間の本心は、複数のサブイベントからなる、多重震源地震であった。解析結果はいくつかあり、構えらから3つのサブイベントで、最初に動いたのは、赤市海峡直下、ついで淡路島側が動き、最後に、 神戸市側が動いたとする説、松島らから4つのサブイベントとする説平井・カマエラは解析を重ね1997年に3つとしていた解析を5つのサブイベントとする説などである。周辺の測量結果からは5つのサブセグメントの断層モデルが提唱されている。なお、小村は堆積層内で反射し解説した地震波が神戸地域で 木造家屋を倒壊させやすい周期約1秒のパルスとなり、倒壊被害が拡大したと分析している。余震の推移を見ると、震度例の無観以上の地震が、本震以後の1995年で2360回、1996年と1997年が、共に100回台と次第に回数が減少し、規模も小さくなっている。最大余震は、 本震と同日の7時38分に起こった M5.4 の地震で、奈良で震度4の中心を観測した。2008年4月17日には、大阪湾を震源とする M4.1 の地震が発生し、赤石市で震度4を観測している。後の研究よりいくつかの前兆現象が発生していたことが報告されている。 京都大学防災研究所らの観測によれば、1989年終盤から1995年にかけて、近畿地方の広域に、急激な圧縮から伸びに転じる地殻歪み変化が生じていた。この歪みの変化は、プレート運動に起因し、急激な変動により、兵庫県南部地震が誘発されたと分析している。 第三種地震空白域として一部の研究者により発生位置は予測されていた。また後年のデータ解析により1992年後半から北雪、丹波山地全体で静音化現象も生じていたことが判明した。1994年11月9日以降、兵庫県稲川町付近で有感の微震が 断続的に発生した一連の活動が全長であった可能性が高いとする研究がある。一方、兵庫県稲川町と本震の震源が 40km 以上離れており無関係であるとする指摘がある。本震前日の1月16日の18時28分、赤石海峡付近を震源とする M3.3 の地震が発生し、神戸で 震度1の微震を観測したのを始まりに16日中に、計4回の小さな地震が観測された。これは、大方のところ、翌日の大地震の前震だったと見られている。しかし当時も含め現在、前震から大地震の発生を予測するのは困難であるとされる。これは、無数にある地震のパターンから、どのようなものが前震であるか、未だに見つけられていないことや、 全身を捉えるためには特定の地域を精密に長期的に観測し続けることが必要なことなどが理由として挙げられる。ただ全身と本心との関連性やパターンが明らかになれば大地震の予知につながるものだとされ研究が行われている。地震の数日前から直前に至るまでの間に関西地方を中心として様々な異常現象が 見られたという一部の人からの報告がある。異常現象の例として、地下水位の水異常、地震雲をはじめに、謎の夜間発光現象の目撃情報、ミミズや、昆虫の異常大量発生、動物の異常な行動、携帯電話などの電波を用いる機器の異常、太陽、月の光などの異常などである。これらは、広島異常現象として、 将来の地震予知に役立つのではないかと考えられている。それらの証言、情報を収集し研究する研究者もいるものの、検証不足などが指摘されており、疑似科学程度に過ぎないとされているものが多い。しかしながら、地震発生約10年前の1984年から、神戸薬科大学において記録が残っている、大気中のラドン濃度の異常や地下水位及び、 水中ラドン濃度の変化など、ある程度の優位性が認められているものもある。本地震では、震度観測、発表は様々な課題を残すことになり、翌1996年の震度階級改正、観測点増設の契機となった。地震発生当初は、神戸市及び、相本市の震度6が最大震度とされていた。 地震3分後の地震速報で震度の情報がテレビのニュースで報道されたのは震度5、京都、彦根、豊岡、震度4、岐阜、大阪などであり、速報では震度6は報道されなかった。6時4分に確実な情報ではないと断った上で神戸震度6が報道された。気象庁が正式に神戸震度6と発表したのは6時18分であった。 これは当時すでに気象館所の震度は機械計測でアデスという専用回線で気象庁に送られる仕組みであったが神戸海洋気象台から大阪管区気象台間の回線にトラブルが生じて伝わらなかったためであった。また夜間無人である相本速攻所では地震によって震度計が壊れてしまい地震後に駆けつけた職員が 状況から震度6と判定し、気象庁が、相元震度6と発表したのは7時29分であった。本地震は、1948年の福井地震を、契機として1949年に震度7が、創設されて8段階になった震度で、初めて震度7を、適用、講述する翌年10月からの新震度以降により、劣震や、 激震などの別名が廃止されたため日本の地震史上最初で最後の激震と呼ばれる地震となった。だが、当時は震度7を速報できる体制にはなかった。当時の震度が震度6までは各地の震度計の測定情報をもとにした、速報体制が敷かれていたものの震度7については、東海家屋の割合が3割を超えることが、 基準であったため、後の現地調査によって判定されていたことによる。そのため、気象庁が正式に、震度7と判定された地域を発表したのは、地震から半月以上経った2月7日である。このため、地震発生や、震度などのより早い情報提供を求める声も、高まっていた。これを踏まえ、1996年4月1日から、 震度7も含めて、すべての震度を、計測震度として速報が可能な体制に変更された。震度5や震度6では、同じ震度でも、被害の程度に大きな差があることが指摘されていた。例えば、本地震の神戸海洋気象台の震度6と、約3週間前に起こった、三陸遥沖地震の八戸速報所の震度6では、同じ震度6でも、 被害の程度に大きな幅があるとの指摘があった。この反省を踏まえて1995年3月1日には、気象庁が発表する地震情報を改変し、地震速報、津波予報、津波情報、地震情報、各地の震度に関する情報の5段階の体制となった。1996年10月1日から震度5と震度6をそれぞれ、 弱と強に分け、震度7についても震度計を使った10段階による測定に移行、列震や激震などといった別名を廃止した。大阪での震度が4で、大阪よりも震源から遠い京都が5となっている。当時、気象庁が大阪府内に設置していた震度観測点は大阪管区気象台の1箇所だけで、震度計は 上町大地の固い地盤に設置されていたため、計測震度が4となっている。しかし、これが大阪市、あるいは大阪府全体の震度を代表しているわけではなかった。日本道路公団が阪神高速11号池田線の建設現場に設置した震度計が震度7、北大阪急行電鉄が桃山台駅に設置した震度計が 震度6を観測している。また、地震後の気象庁の地震軌道観測班による現地調査では、大阪市西淀川区佃、豊中市省、本町、池田市住吉と大阪府内にも震度6と判定される地域があった。関西地震観測研究協議会が大阪府各地で行っていた。 地震観測の記録を気象庁の計測震度を求める方法に習い、算出した震度は市議山の震度4を除きいずれも計測震度4.5から5.4となる。例えば、大阪市福島区吉野町では震度5強である。また、大阪管区気象台の記録を今日の計測震度の算出方法に習って計算し直すと、 計測震度4.54から4.55になるという。神戸震度6も神戸海洋気象台の計測震度が6であったのであり、これが神戸市全体の震度を代表するものではなかった。当時の震源域付近の気象庁による震度観測点は大阪、神戸、須本、姫路、河西と少なく被害の甚大な芦屋市、西宮市、伊丹市、 宝塚市などの阪神間の都市には、気象庁の計測震度計が設置されておらず、震度が分からなかったという問題もあった。これを踏まえ、改善策として、従来気象館所などに限られていた、震度観測点を、気象庁、約600カ所、防災科学技術研究所、約800カ所、地方公共団体、約2800箇所、契約4200箇所と、 大幅に増強し震度観測点のデータを気象庁の情報発表に活用することとなった。ありがとうございます。